よやほーよ、久しぶり久しぶり。今日のお昼の際に何食べる、うん、お昼の際に、うん、え、友達だよね、うん、お昼の時にの方がいいかな。変です、変。あ、ねえねえ、明日の授業に際して、うん、レポート書いた？授業に際して、うん、すっごい硬くない？え、硬いの？変です、変。あ、はい、じゃあ今日やるのは何々に際と何々に際して、この2つを並べて一緒に違いとかも勉強していきます。この2つ、何々に際と何々に際してっていうのは、時、何々してる時、する時のあの時を表す表現です。これは一緒ね。じゃあ1個ずつ違いを見ていきましょう。はい、1個目、何々際、何々際、これはまず接続ね。接続は名詞とのか、もしくは動詞の辞書形とか、ここで書いてる多形っていうのは過去形のことね。読むの多形だったら読んだとか、飲む飲んだ、歩く歩いたとか、そういう過去形とか動詞にも接続します。で、意味はさっき言ったように、何々するときとかしたときになるんだけど、で、何々したときとの違いは何かっていうと、これはちょっと硬い表現、硬い言い方、丁寧な言い方なので、友達には使いません。例えば、昨日学校で会ったとき話したことって覚えてる？これは普通に使えますよね。友達に、昨日学校で会ったとき話したことって覚えてる？っていう風な、この時の使い方はするんだけど、ここで際を使うとすごくおかしい。友達に対して話してるのに、昨日学校で会った際話したこと覚えてる？って言うと、なんで友達なのにいきなりそんな硬い表現で話してるの？っていうようになっちゃう。サイとかは、これは硬い言い方、丁寧な表現なので友達に使わない。これは覚えておきましょう。あとは、何々時と全く使い方は全部一緒です。例文見ていきますね。1個目。東京へ来た際は、ぜひ私に連絡してください。これだったら、親戚とか、その今言ったように、お仕事での知り合いとかなら、そこまで上の人とかじゃなくても、際は使います。丁寧な表現なので、まあ、お友達みたいな関係でも、丁寧に話をするような相手であれば、近い関係でも使うのはおかしくありません。2個目、受験の際に受験票を忘れないでください。受験票っていうのは、受験するとき、例えば JLPT とか、大学とかテストを受けに行くときに、自分が受けてますよっていうのを証明するカードのことね、カード。これを忘れると受験ができなかったりするやつです。さあ、それを忘れないようにねっていうのを、例えばその受験の案内をしているところから手紙が来て、そこに書いてあったりする。これは受験を主催、開いてる。例えば大学の受験だったら、大学から手紙が来たら、その大学の人と自分はお友達じゃないよね。なので、ここでは、例えば受験の時は受験票忘れないでくださいねって言われると、なんか軽いし、友達に言われてるような、先輩とか仲のいい先輩とかに言われてるならわかるけど、大学とあなたは友達じゃないから、きちんと丁寧な表現で、受験の際に、受験の際はとかでもいいですね。受験票を忘れないようにしてくださいっていう風に使ったりします。3つ目、海外へ行く際気をつけるべきことはありますか？これも同じ。例えばお友達、海外によく旅行に行くとか、まあ、そこに住んでるお友達に聞くんだったら、あ、なんか今度フィリピン行くんだけど、なんか気をつけなきゃいけないことある？っていうテンション、それぐらい軽い感じで聞くんだったら、際は使わない。フィリピン行くときって、どんなことに気をつけたらいいの？何か特別な持ち物ある？とか、そういうときは、時を使うんだけど、ちゃんときちんとしたもので、誰かに質問をしているとき。まあ、敬語を使うときには、時より、際、海外へ行く際、気をつけるべきことはありますか？敬語を使ってるから、そういうときは、時より、際の方がマッチする。いいですね。これが際。さあ、もう一つは、何々に際してと、何々に
当たって、これこの2つは全く同じ使い方をしますので一緒に覚えちゃいましょう。さあこれはさっきとちょっと似てるんだけど、まずは接続が違います。接続が違う。名詞何々に際しての前には名詞が来たりとか、あとは辞書形、動詞の辞書形は来ます。意味はさっきは何々するときでもした時でも過去でも未来でも今までの時と同じように、ちょっと丁寧になるだけで同じように使えたんだけど、こっちの意味はこれから何々する時にっていう意味になります。未来に向けて。でこの言葉のイメージは何か未来にすること、これからすること、それに向けて準備をしたりとか、何かそれをするならこういうところに注意をした方がいいよとか、そういう風になんか心の準備とか、普通にちゃんと何か物を準備したりするとか、そういう時によく使う言葉です。例文見てみましょうか。1個目、開会に際して社長がスピーチをする。開会、何かあの会が始まる、パーティーとか式典とかね、パーティーのことですけど、何かが始まる時に大体偉い人がお話をします。まあ、どこの国も一緒かな。学校だったら校長先生とか、会社のパーティーだったら社長がお話をします。それは今からその会パーティーをやるから、そのためにそのための準備として社長がお話をするんだよ。こんな感じ。開会に際して社長がスピーチをする。これから何かがある。それに向けて何かをするっていうイメージ。二つ目もそう。猫を飼うにあたって必要なものをすべて揃えた。これから猫を飼う。これから猫を飼う。それに向けて何かいるもの。餌いるよね。トイレいるよね。いろいろ。まあ首輪とか、猫を飼うときに必要なものをこれから買うから、それを向けて準備で買ったよっていう時、こういう風に使えます。3つ目、進学先を選ぶに際してきちんと調べましょう。進学先、みんながどこの大学に行くか、どこの高校に行くかとか、どういう学校に進むかっていう進学先を選ぶ。これから進学するんだよね。それを選ぶ、そのために準備としてちゃんとその学校のことを調べてから選ぶようにしましょう。全部これからすること、準備というイメージでした。はい、もう一度まとめますよ。何々際は過去でも未来でも使える。過去でも未来でも使える。何々に際してはこれからやること、これからやることに準備をするときに使う表現でした。二つとも固い表現だから、友達とかにはあんまり使っちゃいけない。使うと変って思われるやつね。注意してください。さあ今日はここまでで終了。